琵琶湖で開催されるヤングダービー出場権をかけた今シリーズボートレース小島が舞台でした G3 第7回ウエスタンヤング、同世代のレースが集結ということでいろんなレースが展開されましたが、いよいよ頂上決戦のお時間です。第12レース優勝戦です。1号艇には大山千尋、2号艇には石丸海斗、3号艇には中谷隼人、4号艇佐々木寛太、5号艇村松修司、6号艇新海渡、以上6選手の対戦、12レースファイナルです。今節の V 有力候補、その期待に応え続けたシリーズリーダー、1番人気は1号艇の大山千尋。2コースここまでオール3連隊、昨年続いてこのタイトル香川勢の連覇となるか、2号艇の石丸海斗。センター3コース現在3連勝中、第5回大会に続いて2度目の制覇となるか、3号艇の中谷隼人。4コース下げていきます。ここを勝てばヤングダービー出場権をゲット。デビュー初 V にも挑戦します4号艇佐々木寛太。5コース今節は調整に苦しんだシリーズでしたが、最後は中国地区 G1 ウィーナーの意地を見せるか、5号艇村松修司、サイアウト6コース。今年はまだ優勝ありませんが、2期連続 A1 キープの成長株、6号艇新海渡。3対3の枠なり、第12レース優勝戦、 A コースから H1 2番3番4番5番6番です。まあ、スタートしました。1コースから好スタートは1号艇の大山、6コースから6号艇新海、一瞬の1枠逃げる1号艇の大山、2号艇の石丸、刺す攻めては3号艇の中谷、切り込んでくる4号艇5号艇バックへ取り返せば堂々と押し切った1号艇の大山千尋、2番手刺した2号艇の石丸、3番攻めた3号艇の中谷、その後方は5号艇村松、6号艇の新海、4号艇の佐々木、優勝戦スタートは正常。トップ世界1号艇の大山、2番手2号艇石丸が行く、握って攻めるは3号艇の中谷、くるっと5号艇村松ホームスレッジ、先頭は1号艇大山、2番手打ち裂いて2号艇の石丸、3番手食らいついて粘るは3号艇の中谷、手を並べていく。レースは2周目の1コーナー、2番手は2号艇の石丸が先行し、外攻める3号艇の中谷、さあどうだ、2番手は2号艇3号艇の接戦は打ち裂いている2号艇の石丸、アドゴース帰ってくる3号艇の中谷、その後方を水がいて5号艇村松、6号艇の新海、先行方4号艇の佐々木、レースは2周目はクロス展開です。2番手は2号艇の石丸、攻め続ける3号艇の中谷、膨らんだ2番手は2号艇石丸、リードを取って上位台形は1、2、3、レースはこれから3周目と移っていきます。1コースからしっかりと押し切ったのは1号艇の大山千尋、今回手にした 20% 台と心強いとは言えない数字でしたが、的確なスタート力、そして確かなハンドルワークでオール3連隊、今や男女の枠を超えて大きく飛躍する大山が女子レーサーとして初めてこのタイトルを制します。今年はこれで4回目、通算13回目、そしてこのウエスタンヤング福岡勢6回目の優勝をもたらすのは1号艇大山、2番手が2号艇石丸、3番手が3号艇中谷、上田系1、2、3、優勝戦まもなくゴール、先頭1番大山千尋、優勝のゴール、2着2番の石丸、3着3番中谷ゴール、5番の村松ゴール、4番佐々木、ラスト6番の新海ゴール、なお2連単1に 2.7倍、3連単1、2、3、6.8 倍です。以上、小島第12レースでした。第12レースの確定です。1着1番、2着2番、3着3番、以上でございました。